国際アイランドゲームズ協会は、アイランドゲームズを主催する団体である。アイランドゲームズは2年に一度開催される、ヨーロッパ諸国の島、海外領土などが参加するスポーツ大会である。伊賀は、加盟協会やスポンサーとの連絡、新たに加盟申請をした協会の認可などを行っている。1985年、万島に伊賀を創立する。同年、 満島において一度きりのスポーツの祭典として開催されたのがアイランドゲームズの起源である。はじめは15の島と600人の競技者、審判が参加し、競技は7種目が行われた。開催コストは7万ポンドであった。この大会は成功し、2年後に再び開催されることが決定された。加盟資格は9カ国の主権国家に所属する島であること。 ジブラルタルは大陸トリック続きの地域として唯一加盟している。フェロー諸島の切手ボートレース道場サッカー2009年大会終了時点。ありがとうございます。